こんにちは、ザツです。今回は出張中の金沢でスーパーホテルプレミア金沢に宿泊しました。こちらのスーパーホテルは2020年9月に開業、なんとできたばっかでした。金沢駅からは徒歩6分程度で到着する位置にあります。もしよろしければ最後まで視聴いただけるとめっちゃ嬉しいです。ここのスーパーホテルプレミアがついてます。何が違うかは分かりません。店にもスーパーホテルをご利用いただきましてありがとうございました。登録されているお電話番号とご住所、こちらから変わりありませんでしょうか？そうですけど、番号ちょっと変わってるんです。かしこまりました。本日のご宿泊代こちらでございます。現金ではあちらの生産機でご利用になりますので、はい、それでお願いします。お電話を待ってお願いいたします。あ、これか。よろしければ確定ボタンを押してください。しばらくお待ちください。お釣りをお取りございますので、隣接する4つの県で、保険から直接の日付をお伝えくださいませ。はい、お受け取りの方をお願いいたします。お待ちでございますか？あ、はい、そうです。当館のご説明ではさせていただきます。はい、天然温泉をご用意しておりまして、男性屋は1階奥でございます。お時間の方がですね、翌朝の9時30分まで、本日は夜通しお楽しみいただけます。部屋からバスタオルを持ちになってからでくださいませ。はい、チェックアウトの方ですね、翌朝の10時となっております。特にお手続きはございませんので、そのままご出発していただきます。はい、館内の詳しいご案内書かれておりますので、ご一読お願いいたします。はい、後ろのですね、1階のスペースでフリーバーをやっておりまして、21時までお酒飲み放題で振る舞っておりますのでお楽しみください。はい、あと後ろの木の箱の中からですね、お好きなものアメニティを5個プレゼントしております。はい、あのお持ち上がりをお願いします。選べるマット、あとパジャマのお持ち上がりもお願いしております。はい、すごく分かりやすく置いてあります。で、地域共通クーポン1000円分もらいました。あと、5つアメニティ扱ってもらってもいいということだったんで、今日ヒゲ剃りと洗顔フォームですね、あとシェービングジェル、あとシャンプーとコンディショナー、もらいました。それで、コンセントが2つと USB があります。で、これが匂い消しですかね。で、充電ケーブルがついてます。これは綺麗、かっこいいですね。あと、頭のとこにも USB があって、コンセントが2つついてました。あと、
テレビがですね、めちゃくちゃでかいです。しかも珍しくソニー製。50インチぐらいあるんじゃないかな。ないか。40インチぐらいかな。もうちょっと大きい50インチぐらいありそうですね。で、こちらがなんかいろいろ見れるみたいです。YouTube とか、アメーバとか、Hulu とか、Netflix とか見れるみたいです。まあちょっといろいろいじってみて、一晩楽しみたいと思います。で、布団が大きいですね、これ。ダブルよりもうちょっとあるのかな。クイーンぐらいないです。これ一人で使うのもったいないですね。で、珪藻土が使ってると。どこに使ってんだろうな。珪藻土って塗るやつですよね。まあどっかに。珪藻土クロスなんかな。だと思います。で、トイレ、お風呂が入り口のとこにありまして、まあ綺麗です。つい最近立ったばっかりみたいですね。で、お風呂は温泉があるんでそちら使いたいと思います。で、こちらにアメニティが歯ブラシありました。これは二人ペアなんじゃないかな。二つあるんで。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープがあります。お風呂とかむちゃくちゃ綺麗です。ほとんど使ってないんじゃないですか。という状況です。それではお風呂に入りに行きたいと思います。いや、まだあった。電気ケトル。あとは、これは鏡かな。鏡ですね。と、ティーカップ。これはドライヤー。と、これは、消えてますね。で、自分たちをオンに、使うときはオンにしてほしいということで。コーヒーとか、緑茶とかを置いてなくて、下のアメニティで取ってくださいという形でした。
例えば、昨日ですね、これもらってたの忘れてました。で、いろいろななんか説明が書いてあります。で、まあ Wi-Fi ついてますよ。天然温泉ですよ。部屋は暗証番号式ですよ、ということですね。で、まあウェルカムバーが9時までありますと。で、清掃は、10時から15時までやってますと。で、ノーチェックアウトだそうで、最近流行ってるんですかね。まあ、アパホテルもカードを落として終わりっていう感じでしたんで。で、朝10時で精算がないまま、そのまま、精算がない人はそのまま出発していただけますということです。これは楽ですね。時間かかりません。で、よくある冊子もあります。で、こちらも、まあ似たような感じで、ただ、写真付きで説明されてます。で、朝ごはん。ちょっと朝ごはんがおすすめみたいですね。今回は残念です。
で、珪藻土張ってますよ。リサイクルカーペットですよ。最近あのお水も注意してますね。で、温泉チェックアウトです。で、珪藻土ってこれ珪藻土なんですね。天井は珪藻土のいいとこって湿気を吸ったり空気を洗ったり、しますんで、湿度がちょうどよくなるんですね。湿度多すぎず少なすぎず、調整してくれるんで、結構おすすめされてます。カビも生えにくいですね。なのでよくお風呂のマットとか最近人気であると思います。これはすごいですよ。塗るのも大変ですからね。これ特に天井なかなかひっつかないんで、お金かけてます。素晴らしい。ということで、もうそろそろ時間なんで出発します。非常に快適に過ごすことができました。それでは、チェックアウトします。よいしょ。お布団が大きいですよね、一人用にしては。まあいろいろアメニティも2つずつあったんで、2人用かもわかりませんけど、ただスタンダードシングルみたいです。最近お布団の質にこだわってるとこが多いみたいですね。硬さもちょうどよくてすごく、寝やすかったです。ということで行きます。で、暖房は消していきましょう。よいしょ。電気も消すよと。ご視聴ありがとうございました。ちょっとでも気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録お願いいたします。励みになります。